おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。弊社では法人のビジネス英語の研修レッスン、英語スキルの特訓に加えてビジネス英語コーチングというものを行っております。それはレッスンの中でどうしてもクラスで行う場合にはどうしても伸びが大きい方、そして 2,3 年やってもなかなか伸びない方、性格的にうまくこう自分を主張したり意見をうまく伝えたりっていう方が苦手な方もいらっしゃいますし、海外で1年ぐらいいらした方とそうでない方、日本の中で英語教育を受けられてきただけの方ということで、どうしてもばらつきが出てしまうことがあります。それは1年ぐらい経つとさらに大きくなってしまうこともありますし、クラスの中のこうチームワークを少し満たしてしまう。上手い人はもっともっとやりたいし、できない人は自分はできなくて迷惑をかけていってしまっているってこう自分を責め出す方もいらっしゃいますので、そういった伸びの差を縮めたりですとか、伸びる人はもっと伸ばすためのコーチングであったり、伸びない方にはそれをどういうふうにその壁を突破していくかっていうのを個別に、コーチングしております。ですのでそれぞれの弱点に合わせた勉強法、そして日々の取り組みの方法であったり、あとは英語を実際にお仕事で使う中での問題点、マインドセット、心の問題であったり、何がうまくコミュニケーションをさせなくするのかっていう原因がそれぞれ日本人に特有なものもありますし、文化的な違いのものもあります。あとは自分の考え方、どういうふうなことで、相手にそれを伝えようとしているのか、もしくは相手がどういうふうなつもりでそういうことを言っているのかということを理解するだけでも、ぐっと心の障壁が取れてスムーズに英語が出たりすることがありますので、そういった形で英語をレッスンはされているんですけれども、その中でクラスでのレベルの乖離が大きくなってきた、もしくはこの人にどうしてもスピードをもっと早く英語を習得してほしい、そういう方がいらっしゃいましたら、一度弊社にお問い合わせいただければと思います。それではよろしくお願いいたします。